松井秀喜矢印こいつが大谷に勝ってるところって何？ある？漫画家。日本時代の成績。顔。松井の顔のデカさ知らんやろ、タクシーに入らんのやぞって新助が言ってた。和田アキ子みたいなエピソードでくさ。松井を集めたチームで大谷チームに勝てる。大谷チームは投手力あるんだから勝ちやろ。チームプレイでは絶対勝ってる。松井を伝説のメジャーリーガーみたいに持ち上げてたのが虚しいよな。わい石川県民やからまだ持ち上げるぞ。で、大谷はグッド外傷をいつ取るの？大谷のモノマネ芸人はいないが松井のモノマネ芸人はいる。大谷のモノマネなんかで見たことある。背番号の数の多さ。少なくともオンジェイミンごときにこいつ呼ばわりされる筋合いはないよな。松井がゴジラなら大谷はウルトラマンか？ユニコーン？な？打点こじき力。てか普通に打点じゃまだ松井秀喜のが上やろ？それでいいやん。大谷より松井のが打点上ってマジ？大谷って個人成績ばっかなんやな。2021年大谷100打点、2005年松井116打点、23本。マジで打点こじきやぞ。言うて打点とかいうチーム状況とか打順に左右される指標意味あるか？ホームランも球場によって大きく異なるやん。ホームランは極論頑張って飛ばせばええけど打点は前に打者がおらんとどうにも伸びんやろ。まあでもホームランも究極的には点取る手段でしかないからな、打点こそが大事というのもある。でも野球は極論点取りゲームやぞ。ホームラン打てなくても勝てるけど打点ないと勝てん。世代的に松井の方がスターやわ。松井って鈴木誠也にすら負けたんやろ。大谷も巨人矢印ヤンキースやったら生きれたのにな。優勝回数とか。はい、そんなに強い大谷はさぞチームを優勝に導いたんやろうな。AV の知識。